On your marks. え、ちょっと待って、また？もうさすがにいいよ。さすがにいいって。まあまあ、わかった。はい、はい、わかった。はい、やればいいでしょ。はい、あ、じゃあ、はい、行きます。はい、行きまーす。On your marks. Set. いや、これはすげー。はい、どうもどうも、ありがとうございます。山下元。カンナです。はい、ということで本日もね、練習の日しっかりやっていきたいと思います。本日はね、体鍛えていこうと思うんで、まあ主にね、筋トレメインになるんですけど、まあ走るだけじゃなくてね、しっかり筋トレもやってるというところをね、しっかりお見せできればなというふうに思いますので、まあまだね、ちょっとウエイト施設の方がね、閉まってる状態で練習ができないんで、いつもね、大学の方に行って練習させていただいているので、本日もね、さっさと準備して1時間ちょっとぐらいかけて大学の方に、ね、向かって行って練習していきたいと思いますので、それでは本日も張り切っていきましょうよ。空は青く澄み渡り、海を目指して歩くという感じで本日もやっていきたいと思います。空は青く澄み渡りはい、ショートコント。何か忘れ物を取りに行く感じを出して、すべて着替えを終わらせて準備完了していく男のものまでやっていきたいと思います。うわー、ちょっと忘れ物したら取りに行ってくるわ。ごめん、ちょっと待っとって。はい、完了です。本日はこのチビュンでいきたいと思います。Welcome to the Starlight Palette。 それでは本日も練習できることに感謝して行ってきます。寿司外は少し雲があるが、まあこれは快晴でいいだろう。では今日は俺が練習前にいつも行っているルーティーンを紹介していく。それがここだ。ここの自販機でコーヒーを買うことが俺のルーティーンだ。ここでこのコーヒーを買わないと俺の一日は始まらない。では今日も買っていく。うわ、お金なかった。はい、それでは本日も張り切って1時間以上かけて練習ね、向かっていきたいと思いますよ。まあ、練習にやる気があればね、別に移動距離なんて関係ないですから。はい、やる気の問題、己にやる気があるのかないのか、それでね、練習の質は変わってくるわけですよ。やる気がないのにやっても何も身にならない。それでは小銭がなくて1000円を崩して買いましたこのコーヒー、飲んで覚醒したいと思います。はい、学生。僕ね、結構サングラスが好きで、まあいつもなんか質問とかで、どんなサングラスつけてるんですかとかね、運転中のサングラスなんですかみたいなこと言われるんで、これはですね、これはレイバンです。はい、一応紹介させていただくと、これはレイバンでございます。はい、じゃあね、今回こちらですね、このレイバンを、なんとこれを見てくださってる視聴者の皆様にどなたかにプレゼントいたしません。Hey.
練習終わりました。今から帰宅していきたいと思います。ここが俺の通った中京大学。心地いいテニスの音が響き渡る。だがしかし、俺はテニスの授業を受けたことがない。すぐそこにあるラグビー場、こんなに綺麗なのに、もちろん俺は一度も使ったことがない。そしてなぜか落ちているタイヤのホイール、これもまた中京大学のいいところである。そして俺はトレーニング終わりに必ずここの自販機でコーラを飲むことがルーティンである。コーラがなくなっている。そして当たった。別に欲しいと願ってない時に限ってこういうのは当たってしまうのである。ただいま。さすがにしんどい。いや、ちょ、下半身がきつい。すいません、今ね練習終わってね、運転してあの家の方帰ってきたんですけど、もうちょっとね眠たすぎてやばいんで、ちょっと本当に2秒ぐらい寝ようかなと思います。ごめんなさい、すいません、2秒ぐらい時間ください。すいません。はい、皆さんおはようございます。じゃあね、これから夜ご飯作っていきたいと思います。はい、ということで本日もね張り切って夜ご飯作っていきたいと思います。ということで本日の食材発表していきたいと思います。肉、半額の胸肉の唐揚げ、これ消費期限2日前です。トマト、ネット、タメゴ、あ、タメゴじゃない、これエッグじゃん。肉ドーン。そしてお肉は弱火で炒めていくことが肉を硬くしない秘訣であります。ちなみにここにチーズを入れることによって卵焼きがチーズ卵焼きへと変身します。はい、本日の夜ご飯完成しました。はい、こちらですね。はい、じゃあ本日のね夜ご飯に名前つけていこうと思います。トレーニングで壊れた体を何事もなかったかのように、ゼロに戻しちゃうぞ定食。いただいていこう。やっぱマジで店開けるわ。はい、じゃあこの卵焼きですね。このチーズがすごく伸びる卵。はい、じゃあこの、はい、半額の唐揚げ。見える？うん、これうまっ。パッサパサ。やっぱり自分で作った料理がうまいと本当にね、すごく気持ちが良くて、作ってよかったなっていうふうに思ったりね、また頑張って作ろうっていうふうに思ったりできるんで、料理できるっていうことはね、本当にすごく素晴らしいことだなっていうふうに思うんで、ぜひね、料理苦手っていう方でもね、ぜひ料理に挑戦してみてもらいたいなと思います。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く、怖いものなんてない、僕らはもう緑じゃない。はい、ということで本日も一日終了しました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。あー、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。まあね、今日もね、何事もなく一日終了したわけなんですけど、はい、次のね、全日本実業団に向けて練習積んでいる段階なんで、まあ体作りとね、走りの方はね、しっかりと、はい、両立して、まあ筋トレもやりつつ、しっかり走る日は走って、はい、次のね、試合でベストが出せるようにね、そこに向けて頑張っていきたいと思いますので、まあまだちょっとね、練習積む期間がまだあるんで、しっかりとね、怪我しずに、自分の練習をしっかり積んで、試合に向けてね、体作りしていきたいと思いますので、しっかりベストね、更新できるように取り組んでいきたいと思います。ということで本日はここまでにして終了していきたいと思います。またね、インスタグラムとツイッターとかはね、概要欄の URL から飛んでもらって、フォローしていただけるとありがたいと思いますので、ぜひ、フォローよろしくお願いいたします。たまに、インスタライブとかやってますんで、はい。ぜひ、そちらも、チェックしてみてください。ということでまた明日に備えて、本日は寝ようと思いますので、皆さん、本日も、はい、お疲れ様でした。はい、早く寝ましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time!